川誠一です違うか、吉田サラダです。 We love スワローズということで、ソフトバンクホークスを退団した内川選手がヤクルトスワローズに入団決定しました。嬉しい。いやー、内川選手ヤクルトスワローズへようこそ、よろしくお願いします。内川選手ね、今年はファームで42試合3割2分7厘打ってるんですね。それでね、上に上がれなかったらそら退団します。ヤクルトスワローズで本当に頑張ってほしいなと思うんですけども、内川選手と青木選手、来季2000本安打達成者が2人いるチーム、いや、どんなすごいチームなんですか。これはね、やばいですね、ヤクルトスワローズ。そして新外国人選手の野手も補強して、打線に厚みが出まくっております。いや、内川選手これ出るとこあんのってちょっと心配になるんですけど、この心配ってヤクルトスワローズファンの僕の悪いところで、なんかね、怪我人のことを考えないで計算してしまうんですよね。だから、あ、いっぱいオール出るとこないで、そんなのはシーズンの開幕戦だけなんですよ。あ、シーズン始まったら絶対怪我人とか出てきますから、シーズンの後半になったら、あ、結構あれでギリギリやん、よかったわとかなってるような気がします。本当にね、内川選手が頑張っていただきたい。こうやってね、層が厚くなることはね、ヤクルトスワローズの今一番大切なことですから。打線がめちゃくちゃ層厚くなって破壊力あるんで、これはね、投手陣そこそこ整えていただければ優勝狙えるチームなってくると思います。めちゃくちゃ楽しみです。そしてですね、先発のね、柱が2本ぐらい、もう信頼できるピッチャーが2本ぐらいね、出たらもう日本一も狙えるチームになるんじゃないかなと僕は思っております。本当にね、来季が楽しみです。内川選手頑張ってください。本日は以上です。ゴーゴースワローズ。